そして、成島監督はもう、ぜひ、お父さん役には役所さん。そして、賢治役には須田さんというふうなオファーがあったと聞いてるんですけれども。お二人初共演になったんですよね。あの、共演されていかがでしたか。最高です。最高です。<laughs> <laughs> まあ、もう、もともとあの、須田ファンでしたし。あの。いつか一緒にも。 うん現場に足したいなと思ってまして、でまた宮沢賢治という役がやっぱりこう須田くん以外には思いつかないぐらい須田くんに合ってる役だなと思っていました。はい、そう言われていかがですか。もうそれ多いですよね。もう役職工事卿なんで僕も、はい、本当にこんな幸せな時間はないっていう感じでした。はい、でまあ宮沢賢治、鳴る島組でなんで、はい、すごい楽しみでした。 楽しかったですかか共演されてみてみ楽しかったですすごく、はい、ずっとそう喧嘩もしなくてそうですね <laughs> 楽しかった、はい、それがすごくあのカメラにも映っていてあの会話のところがほっこりするんですけれども <laughs> ぜひ皆さんねこれから楽しみにしていただければと思っておりますではですねキャストの皆さんに伺ってみたいと思いますあのこの作品見ると私たちが今まで思っていたその宮沢賢治さん像っていうものが勝手に作り上げてるんですけれどもあ こうだったのかなっていう気づきがあったんですが皆さん自身はこの作品に出会う前と出会ってからだと何か印象変わりましたでしょうかじゃあ役所さんから教えていただいてもいいですか。はいあのまあ、変わったというかもう僕は本当に <laughs> 宮沢賢治というその作家のことはあまり知らなくてあの作品のこともあまり知らなかったですね。だからあの この作品に関わって門出先生の,その原作を読ませてもらってで正次郎という役をやってその宮沢賢治の作品というか詩とかそれが何かやっぱり宮沢賢治という男の作家の人生が全部詰め込まれていて。 作品の深さを何かこうこのイチという母親が子どもたちに「この人というのは人のために何かをしてあげるために生まれてきたんだ」っていう教えをみんな子どもたちがそれをちゃんと生かして大人になってきてますんで。 なんかこうもう宮沢賢治の詩っていうのは、ものすごく美しいものに感じましたね。すごい、この家族がいいなって思ったんですけど、須田さんどうでしたか、今回の宮沢賢治像というものは。え、今回の宮沢賢治像ですか。え、でもやっぱり、その原作もそうですけど、あの。 なんか身近に感じましたその家族として描かれている宮沢賢治っていうものは見たことなかったですし僕も全然詳しくないですけどやっぱこう童話作家とか,その、えー、なんか物語のイメージでしたけど結構こう初期の頃のねその劇中にも出てくる「春と修羅しかり」結構この家族の話とか身近に起きたものの心情を書いてる作品も多いんだみたいな。 それを読むとあのまた全然違う印象だったので、はい、なんかその人間味というかそこに触れられたのがなんか今回良かったです。はい、はい、ありがとうございます。森奈々さんどうですか。私はまあ一番この中でも学生から卒業して間もないこともあったので、やっぱ教科書の中の偉人というか文豪というイメージがすごく強くて、少し硬く考え 原作や台本を読んだ時にこんなに面白かったんだっていう宮沢賢治の周りにいる人たちのことをあまり考えたことがなかったけどこんなにこうユーモアのある人たちに囲まれて生きている人,たちだ,った人だったんだなっていうふうに考えたりそれで改めて作品を読んだりすると何倍も面白く見えてくるというか。 これが高校生の時だったらもっと楽しく教科書を開けていたのになっていうのは思ってぜひ今高校生の方とかあのまだ教科書をね開きづらいって人もあの気軽に見に来てほしいなっていうのは完成してからもその原作を読んでからもすごく思ってました。 森さん、でも今回はね須田さんが宮沢賢治さんだったわけですからまた違ったこういうい発見とか楽しさってあったんじゃないですか一緒に共演していていすごく楽しかったですあの須田さんとは2回目の共演させていただいたんですけれども1回目の時は今ほど近い距離ではなかったので少し不安もあったんですけど、最初はだけど現場に入ってみると須田さん、すごいなんか本当にお兄ちゃんのように感じてくるんですよ。なんか 細かかなととこで気遣いをしてくださったりとかあの私たちより年下の弟たちもいるんですけどそういう子たちもなんか「イエイエイイ!」って楽しく話をしているのを見ていたりするとなんか須田さんって本当に何人いるんだろうなぐらいの,あの今回は宮沢賢治としての姿をたくさん見せてもらったのでそれは何て言うかお勉強になりましたしうん一緒にこう兄弟役として。 できたことがすごく幸せに感じてましたはいありがとうございますじゃあ豊田さんいかがでしたか僕も森さんと同じであの教科書の人っていうイメージがすごく強かったんですけど台本を読んですごくマルチに活躍されてる方だなっていうかチェロを弾いたりとかあの詩を書いたり農業をやったりっていう部分でなんかそれで言うと本当に須田さんと通ずる部分が あるんじゃないかなって僕は勝手に思ってしまって、まあ、お兄ちゃん役だったっていうのもあるんですけど。だから、そういう、なんていうんだろうな。知らなかったんですけど、その今までの。検事を、だけど、知ってからは、そんなに、こんなに。あの。マルチな才能がある方なんだなっていうのを知れて、良かったです。ですよね。本当に、それはすごく同感です。ね、酒井さん、どうですか。はい、私も、あの、雨にも負けずの。 あの作品のイメージがとても強かったのですごくストイックなイメージを持ってたんですが、えー、この作品に関わってあのすごく菅田君もおっしゃってましたが人間味があって好奇心旺盛ですごく何て言うんですか心の中にこうロック魂があるようなってだからこそあのそ,のそれを知ってから作品を読むと。 すごくロックな部分がいっぱいあるなってあの改めて感じました。ありがとうございます